We'll have divers, we're the girls, searching for the one and only path. We'll have divers, each of you, your survivor, glorious fighters. お元気ですか市民の皆さん、麒麟の田村宏です。藤井美里香です。いやね、9月後半になって、はい、朝晩はねだんだん涼しくなってきましたが、やっと少しね涼しくなってきましたね。昼間はまだまだ暑いですよね。暑いよ、もう嫌だよね。もうなんかこうノースリーブ着ててもまだまだ暑いぐらいね。いや、日中は全然暑いね。ねえ、クーラーもねつけっぱなしになることが多いので。そうですね、つけてます、うちも、はい、ね、こうなると気になるのがやっぱり電気代、うん、あ、電気代気になりますね。そんな電気代が安くなるかもしれない取り組みを吹田市が行っているというのは知ってましたか？あ、全然知らない。それがこちらです。何、吹田市が行っている取り組み、それは市民向け再生可能エネルギー比率の高い電力のグループ購入事業なんです。これは太陽光や風力など自然由来の電気を利用したいという一般家庭などを募集し、多くの人が集まることによるスケールメリットを生かして自然由来の電気をお得に使おうという取り組みなんです。え、何それ。この度吹田のお隣の豊中市もこの取り組みに仲間入り、幼い豊中市長が協定書にサインしました。自治体による市民向けの電気切り替えキャンペーンは西日本初の取り組みだということです。これでね、吹田市の電力もエコな電力にも切り替えたということですよ。ねえ、エコな電力をみんなで使って安くするってこと。はい、まあ、エコな電力を自分で選択できるっていうことですよね、うん、でさらにその人数が多くなったら安く使えるのでお得にもなるという。へ、ね、素晴らしい。それを豊中市が協力してくれたんですか。はい、切り替えには参加登録が必要で、はい、今年の10月から新たに登録の受付が始まる予定です。詳しくはホームページをご覧ください。これは注目ですね。はい、はい、分かりました。では続いては特集です、はい、今回は吹田で少年野球を見続けて50年、山田西の名物おばちゃんについてです。吹田市立西山田中学校、この日ある少年軟式野球チームがグラウンドで練習を行っていました。チームの名は山田西リトルウルフ。出た、懐かしい。ご存知ですか。いや、知ってますよ、友達みんなウルフでしたよ、ね。はい、全国大会にも出場経験がある北大阪の強豪チームです。あ、そうな、ウルフって強いね。はい、所属している子どもたちは小学校1年生から6年生までのおよそ130人、監督・コーチ陣は30人という大所帯です。監督・コーチ30人もおんの。はい、すげえ。そんな中、ひときわ熱心に子どもたちを指導しているコーチがいらっしゃいました。田原康子さん、80歳。康子さんは子どもたちだけでなく監督・保護者からもおばちゃんの愛称で呼ばれているチームの名物コーチです。なんて80歳。え、すごいですよね。野球っていうのは1000通りぐらいルールがあるんじゃないかというほどルールがあるんですけども、これはもうきちっと定められたことであって、それを守ってやるっていうのは人の生きる道に共通してるんじゃないかなと思うんですね。ルールをちゃんと守るっていうこととか、そこから礼儀正しい、やっぱりいろんなその人間性というものが出てくるのが野球だと思うんですね。かっこいい。子どもたちに野球を教え続けて50年、今回はそんなおばちゃんに密着しました。すごい人やな、この人。全然知らなかった、こんな人がいてること。吹田市の少年軟式野球チーム山田西リトルウルフが結成されたのは今からおよそ50年前の1972年です。大阪万博が終わり、ニュータウンの開発も一段落した頃でした。まあ、私とこの子が小学校、長男が3年、1年、
年長と3人男の子続いていてたもんですから、あのちょうどその時に、そこで遊んでた子どもたちを集めて、で野球やらないって聞いてみたんですよ。なみんなやりたいって、あの時はもう本当に野球しかなかったんで、野球をやりたいということで、なあのおっちゃんとおばちゃんで教えるからやってみようかいうことで、あの高野台の本当にあの蛇のたくさんできる出るとこだったんですけど、そこ行って練習始めたんですね。実は棚原さん夫妻はご主人の長一さんが実業団野球の選手、そしておばちゃんこと安子さん自身も実業団ソフトボールの選手だったんです。息子の友達を集めてできた野球チーム、しかし結成当初は部員が集まらず、おばちゃんは常に部員募集のビラを持ち歩いていたそうです。チラシを持ってしょっちゅう渡してましたね。うん、やらないやらないって言って、はいはいはい、あもう買い物行くのにもどこにも行くのにも持ってましたね。買い物カゴの中に入れてましたね、うん、現在は部員数130人、野球が盛んな大阪の中でも5本の指に入るほどの大きなチームとなりました。そんなチームも来年で50周年、今はご主人の長一さんは会長として一線から退き、息子の徹さんが総監督としてチームを引っ張っています。受け継がれてる、この人のためにできたチームやからね。もうちょっと60年な、頑張らなあかんな。夫婦喧嘩されないですか？夫婦喧嘩ないな。まあ今まで夫婦喧嘩ってしたことないな。今までないの？ほんまに一回もないね。うん、元気はもう人一倍やからね。もう何も怖がらへんし、疲れたいうこと知らないからね、助かりますよ、ほんまに。もちろんおばちゃんはまだまだ現役です。練習のある日は低学年の練習グラウンドから高学年のグラウンドまで自転車で何往復も。ですよね。でノックしてるの、はい、時にはバットを持ちノックを担当することもあります。いやソフトボールやってたって無理やろ80歳で。まあまあほんまにあの近所のパワフルなおばちゃんが家にいてるって感じです、はい、50年続くと思いましたか？いや思ってないですね。もう僕の4つ下が一番末っ子なんですけど、そこが終わったらもうやめはるんやろなって思ってたぐらい でその後もずっと続いたんで、まあまあいくつまでやらはんねやろって感じでした。まさか80超えてやるとは思ってない。おばちゃんには子供たちを教える上で明確なビジョンがあります。それはやっぱり自分のことは自分でやる自立心っていうものをまず持たせるいうことですね。でも今のお子さん全部親がしてしまってるんで、本当に 80% の子が依頼心が強いですね。で自発性がない、そこから自分でやらないということは創意工夫発想ができない子供に育っていってますね。全部が指示待ちになってしまうんですね。子供が理解して一つのことを言うたらそれを理解して自分で動ける子になっていかないとダメやのに、怒り倒してそれができるようじゃダメですからね。自立心を養う、その一つがユニフォームの選択。1年生であれ6年生であれ自分のユニフォームは自分で選択する、そして練習中に飲むお茶は自分で用意する、それが山田西リトルウルフの鉄則なんです。そんな考えのもと集まっている部員の矢後さんは、お子さん何年ですか？6年生です。そうですね、まあ、入る前はもうなんか家でダラダラとかしてたんですけど、まあ、入ってからはこうやっぱりおばちゃんが自分のことは自分でするっていう教えの下で、まあ、洗濯物とかお茶の用意とか、まあ、そういうのを自分でやるようにもう 親もこう教育されるので、まあ、そういう感じで自分でやるようには変わりましたね、はい、さっきもおばちゃんに怒られてたんですけど、私はやっぱりおばちゃんの教えを自分でやらせなさいっていうのをやっぱり破ってしまって、ついつい親がやってしまって
てやっぱり自主性っていうのはあまりなくなってしまって子育て失敗だなっていうのをさっきおばちゃんと言われてたんですけども、もうね卒業しちゃったら何も言ったらダメだよって言われてるんで、私は悪い例ですね親に言われるよりもやっぱりおばちゃんに言われる、ちょっと客観的に見てくれるような意見をおばちゃんが言ってくれるので、親もそれを聞いて素直に聞けるし、子供もまた親に言われるよりおばちゃんに言われた方が素直に聞ける部分もあるかなって思ってます。野球がうまくなるということだけじゃなくて、やっぱり生活っていう習慣の、基礎的な部分というか、自分のことは自分でっていうやっぱり意識が強くなったかなとは思ってます。おばちゃんイズムはしっかりと浸透しているようです。8月のとある土曜日、この日は3ヶ月に一度の古紙回収の日。実は山田西リトルウルフは月1000円の会費だけで全てを賄っています。その秘密がこの古紙回収、チームの拠点地域で古紙を回収しチームの運営費に充てているんです。もちろんこれも子どもたちの仕事。活動費を稼ぐためですね、親のお金を出すんじゃなくに子どもたちが自ら働いてくれればこんだけの費用が稼げるいうことなんで、もうずっとウルフを作った時から始めてますね。どういったことをこれ数字で教えられてるんですか？やっぱり体を動かすことと、ここらの、ね、出てきた人らに全部挨拶しなさいって言ってるんで、そういう言葉だけも大事ですし、お金儲けるだけではないですか？そうですね、それだけじゃないですね。子供は家の中だけで育つわけではない、外でお世話になって成長する、そう語ってくれたおばちゃん。その精神は次の世代にも引き継がれています。昔からそうなんですけど、みんなを育てていくっていうところに重点を置いて、でおばちゃんとかそれを2人でやってきたんですよ。夫婦2人でね。で僕にはそのキャパはないので、とにかくスタッフをたくさん集めて野球を通じてね、たくさんのことを学んでいくっていうチームを作りたいなと、ひたすらそう思ってます、言い切れるの素晴らしいですね。そして最後にこんなことを聞いてみました。どうしておばちゃんなんですか？みんな聞きはるんですけどね、楽なんですよおばちゃんっていうのは。でうちはねおばちゃんっていうよりね、みんな通るも通るおっちゃんです。監督って言いますよ。みんなこの人偉いから物言えないとか、この人に言うてもダメやろという人がないんです。おばちゃんやから喋りやすい。そうですね、喋りやすいみたいですよ。何でも喋ってきますよみんな。理念がしっかりしてる。まさに野球はおばちゃんの人生そのものなんです。みんなが卒業するときに本当に楽しかったって、みんな大人に、こういう大人に巡り合えてよかったと思ってくれるような、やっぱりチームのありようをいつまでも続けたいですね。来年はチーム結成50周年。でもおばちゃん、こうなったら100周年を目指して頑張ってください。あーすごいな。僕本当地元のチームなんですよ、ね、だから存在は知ってたし、まさに入ろうとしてたチームなんですよ。あ、そうなんですか。友達がみんなウルフ行く言うて、俺も行きたい言うて。で安いんですよウルフ、ただやっぱ最初に一式揃えなあかん金が我が家でなかったユニフォームとか。そうそう、最初の一式が無理で あかんって言われたんですけど、古紙の回収でね、なんか言ってた、子供たち自身で賄ってたって、ね、そうそうそう。だから今まで日曜とかみんなで遊んでたのに、みんな古紙回収に行き出したから遊ばれへんくなってたちょっと寂しかった思い出。80でノックする。元気でしたよね。元気やな、なんか古紙回収の時の動きも子供たちよりおばちゃんの方が機敏でびっくりしました素晴らしい、ね、皆さんにとってのおばちゃんになってましたね、しかも夫婦喧嘩一回もなしやって。すごいですね、見習いたいですねゼロはすごいね。ゼロはすごいですよね見習いましょう、はい、以上特集でした。お願いします。車わかりやすい。
免許持ってますか？車の免許は持ってますか？車の免許は持ってますか？持ってないの？なんで言ってんの？続いてはスイタエール飯。はい、このコーナーではスイタエール飯に掲載しているお店をエリアごとにご紹介していきます。はい、ついに来ましたね、はい、どんなお店があるのか、どんなご馳走が出てくるのか楽しみでございます、うん、はい、今回は初回ということで、はい、千里ニュータウン万博阪大エリアからご紹介していきます、はい、どんなご飯なんでしょうか。それではどうぞ。まず訪れたのは以前も番組でお世話になった千里南公園内にあるバードツリーさん。店長さん、お久しぶりです。こんにちは、ご無沙汰してます。うわ、秋のいい季節になりました。公園カフェは元気にやってます。店内はウッディなくつろぎの空間が広がり、テラスは開放感抜群。居心地良すぎるからね。お料理は厳選したお肉や魚介と産直野菜をメインにしたカジュアルイタリアンに、ドリンクやデザートも充実していましたね。全部こだわりすごいから。記憶が、ね、最近よくなくなる田村さんですけど、もちろんこのお店は覚えてますよね。覚えてます、さすがに。どんなテイクアウトメニューなのか期待も持てますね。お待たせしました。こちらがバードツリーさんの一押しのテイクアウトメニュー、炭焼き鶏の釜焼きフリカッセ、トリュフ香るキノコクリームソースです。うわ、絶対うまいやん。実はこのお料理は去年大人気のランチのメニューをテイクアウト用にご用意したものになるんです。炭火焼きで香ばしく焼き上げた鶏肉を、さらにトリュフのクリームソースでお野菜と一緒に釜焼きにして、香ばしさとあとトリュフの香りを両方楽しめるお料理になってます。はあ、野菜も多いよ。これから秋のとても過ごしやすい季節になります。ぜひこのテイクアウトを使って公園で楽しいお食事をしていってください。優しそうな人やな。バードツリーさんは阪急南千里駅から徒歩5分、千里南公園内にあります。テイクアウトは午前11時から受け付けています。いいね、絶対うまいわ。スイタエール飯。続いて訪れたのは阪急北千里駅からすぐにある千里一番だご屋さん。店内には日本酒に焼酎も並び、夜は居酒屋とお食事、お昼はランチのお店として人気があります。うまそうや、とんかつ食いたい。田村さん、このお店の名物料理だご汁ってなんだか気になりませんか？だご汁ってあれ、九州の。そうなんです、野生のだんご汁のだご汁、はい、こちら小麦粉を練って作るだんごと野菜を入れた九州は大分や熊本などの郷土料理。うまいよね。だご汁からだご屋さんの店名がつけられています。あ、そうですか。へえ。千里一番っていうワードがいいね。野菜が10種類と牛肉や豚肉が入って、で、まあ、旬の野菜なんで中身は少し変えますが、体にいい野菜を長いこと寝かして出汁を作ってます。いいね。ね、いろんな野菜のお出汁が、ね、出てて美味しそう。うまそう。そんな千里一番だご屋さんの一押しのテイクアウトが、名物のだご汁パックがついた特上幕の内弁当とだご汁のセット。めっちゃ安ない？天ぷらに各種お惣菜もたくさん入って、ご飯にはうなぎも、大きなうなぎも乗ってます。特色ある季節感のある素材をだご汁と一緒に提供させてもらっております。だご汁なしでもこれなんでもいいぐらい種類も多いのでお得感があると思います。注文時間積むから本当に美味しいお弁当がお持ち帰りできると思います。千里一番だご屋さんは阪急北千里駅から徒歩2分、テイクアウトは午前11時から受け付けています。
いいね、スイタエールムシ。かわいいな。最後に訪れたのは北大阪急行電鉄桃山台駅地下にあるレストラン桃山さん。こちらのお店はおよそ50年前にお父様が創業、うん、今は息子さんが店長として、娘さんが広報担当としてお店を切り盛りしています。50年すごいね。地域の方、常連さんが多くって、いつもいつものやつというような感じで言ってくださるのが嬉しいですね。これまでのモーニングとランチに加え、今年の7月から新鮮な魚介を使った海鮮居酒屋をスタート。これお客さんからのリクエストなんだそうです。へー。ということで今回レストラン桃山さんの一押しテイクアウトメニューは、新鮮な魚介を贅沢に使った天ぷら御膳。そやな、またボリュームすごいやん、プリップリのエビの天ぷらにサーモンの塩焼き。美味しそうで、お腹空いてきませんか。空いてきました。そんなん聞くということはこちらは海鮮担当の岸田さん、海外でお寿司を握っていた本格的な寿司職人なんだとか。うちは寿司をやってますんで、ノルウェー産のサーモンを取って、それは寿司の食材で、生でも使えるというものをお弁当に入れさせていただいている。一品一品のこだわりをまとめたものをこのお弁当に入れてます。十分楽しんでいただけると自信を持っております。レストラン桃山さんは北大阪急行電鉄桃山台駅地下。テイクアウトはランチと海鮮、和食をご覧の時間で受け付けています。スイタエールムシ。すごいな。美味しそうでお腹空いてきましたよね。いやお腹空くよこれ。しかもわざわざテロップでお腹空いてきませんかってね出てましたけど、なんかないみたいですけど、スタジオには。はね、なんで聞くねん。ほんだらあんなテロップ出してね、おかしいやん。ディレクターさんにちょっと後で。性格悪いだけやん何なんそれ、ね、嫌がらせですよね。出てくる時のフリやん。やっぱスイタエルメスとしていろんなところが協力してやってるじゃないですか、はい、だから、やっぱ一箇所が頑張るとうちもということでやっぱ平均値が絶対上がってて、そうですね、どこもかしこも豪華やし、野菜盛りだくさんやし、健康にもいいからね。今回は千里ニュータウン万博阪大エリアということで3店舗ご紹介しましたが、今なんか下で受け取りましたね。次回はね、はい、山田千里岡エリアからご紹介したいと思います。あんだけ言うたからなんだかんだ言うて弁当出てくるのかもと、なんか箱出てきた。この中はね、いろんなエリアの紙が入ってるんですけれども、弁当入ってんじゃん。弁当はね入ってないんですよ。いいやねほんまないんかい。 AD さんがこう差し込んでくれたから弁当かなってちょっと私も思いました。サプライズ弁当があるんかと思いましたけど違いました。何それ、はい、僕が決めるんですか。そうなんです。どのお店に行くかは田村さんがこの抽選箱を引いてもらって今後決めてもらいたいと思います。わかりました。じゃあ選ばせていただきます。はい、はい、次はねどんなお店が紹介して、でご飯はねスタジオに登場するんでしょうか。それもお楽しみに。案外言われな知らんとこ多いからね。そうですね、確かにスタジオに来えへんねやなスイタエルメシのコーナーでしたコロナウイルス感染症緊急対策アクションプランに8月24日ご覧の3県の追加を決定し、8月28日開催の市議会臨時会で可決されました。またご覧の3県を追加し9月定例会に提案しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため市民の皆様へお願いです。大人数で唾液が飛び交う宴会、飲み会は控えてください。ご高齢の方、
高齢者と日常的に接するご家族、高齢者施設、医療機関などの職員の皆様は、感染リスクの高い環境を避け、少しでも症状のある場合は早めに検査を受診してください。感染防止宣言ステッカーを導入していない酒類の提供を行う店舗などの利用を自粛してください。続いては市内で行われた出来事などをご紹介するスイタのトピックスです。今回は2つの話題をお届けします。7月18日から8月23日の期間、市立博物館でミニ展示、新型コロナと生きる社会が開催されました。会場には公共施設の資料をはじめ、新聞の折り込みチラシや飲食店のデリバリーサービスの資料、来店者などが書いた短冊、食料の無料提供の取り組みなどを、さまざまな資料を展示、来場者にコロナ禍の吹田市民の生活や思いを伝えていました。へえ、こんなやってたんや。なんか日常的なチラシとかがすごいいろいろ置いてあって、それが自分と他者との関係とか、こういうチラシからでもいろいろ読み取れるってことにすごく気づかされてすごい今日は、はい、いい体験をさせていただきました。約100年前にスペイン風邪とも呼ばれていますけれども、その吹田の地域資料っていうのが今ところまだ確認されてないんですね。今目の前で起こっていること、この状況っていうのを100年後の人たちにしっかり歴史資料としてコロナ関係のものを残していきたいと思いますので、ぜひご寄贈ください。よろしくお願いします。9月5日、改修工事が完了したメイシアターでリニューアルオープンを記念したコンサートが行われました。おお、ついに終わった。メイシアターは2018年の大阪北部地震の影響で地震発生以降大ホールの使用を中止、その後耐震性の向上、バリアフリー化などの改修工事を行い、9月1日にリニューアルオープンしました。5日には古谷隆史&ネイバーフッドビッグバンドがリニューアルオープン記念コンサートを実施。ゲストにアコースティックギタリストの押尾幸太郎さんを招いて、ジャズナンバーなど10曲余りを演奏しました。すげえ。マジか。いや、いいな、この舞台立ちたいな。私ここのやっぱり会員になってるんですけども、よく来るんですけども、音が違いますね。すごく綺麗になってます。ああそうですか。座り心地も良かったし、前も一度シアターの方でライブ見たことあるんですけれども、その時は会場全体に響いて良かったです。はい、はい、以上トピックスのコーナーでした。はい、というわけでエンディングなんですが、はい、何やらこの藤井さんから重大発表、はい、いや重大発表あるということで、はい、一体何なんでしょうか。2年間番組 MC を、ね、務めさせていただきましたから。え、早っ。ごめんなさい、ちょっともうオープニングから、ね、緊張してたんですが、ちょっと卒業することになりましたちょっと歓喜もあるタイミング明らかにおかしかったですね。ほんで一番大事なとこヘラヘラしながら言いましたよ。すいません、番組2年間勤めさせていただきましたが卒業することになりました。はい、やめちゃうの、はい、ほんで急に泣き出して、はい、そうです、ちょっと緊張してて、ヘラヘラしてもたあ、そうなんですいやもう藤井さんらしいな。いや今まで、放送局とかで仕事をしてきてたので、うん、なんかあんまり自分の素を出す環境っていうのがね画面でなくて、はいはいはい、もう田村さんのおかげでもう今もちょっともうねどちらかって挨拶になってしまいましたがもうちょっと素の部分がかなり出てる番組になっていて。そうですね、はい、ほんまにちょっとこの藤井さんと一緒にできて楽しかったのもありますし、ロケでもっとフリーでいろいろ絡んでみたかったなってのは思いますね。そうですね、はい、もっと変なことしてくるんやろうなっていう、まあ、さばききれる自信ないですけど、まあ、また次にねここに座る方もね、はい、楽しみですよね、うん、あそうですね、はい、どんな方が来られるのか田村さんまだ知らないんですよね。知らないです、ね、私もまだ知らないので。知らんのかい。はい、今の言い方私は知ってますって感じです。知らないんですけどちょっとね、うん、ガン見しようと思いますほんまにね、はい、今後も活躍をもちろんね応援してますし、はい、ゲストぜひ、はい、来てください。はい、はい、本当に今までありがとうございました。2年間お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、それではさようなら。
なんか急な締めやな。吹田市広報番組、お元気ですか市民の皆さん。次回の更新日、内容はご覧の通りです。次回もぜひご覧ください。